皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。あやー、ジャズの聖地。あいや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 。冗談だね。うん。ちょっと学習してる？言われたー。まあね。図星ってことだね。残念。はい、オープニング入りました。ちょっとタクトオーパスも久しぶりになってしまったんですけれども、そうですね。ちょっと見返してみたんですが、もし間違えてるようなことを口走ってたらすみません。なんか前回ね、なんか新キャラの、シントラ指揮官が出てきてね、たまたまこう出くわして、あれですよね、黒夜隕鉄をなんか輸送している途中のなんか、なんて言うんだろう、列車っていうか、なんかね、乗り物と遭遇して、一緒に乗っていくことになったんだけど、D2 に襲われて、一緒にワルキューレさんと戦うことになりましたよね。で、シントラ指揮官になんかそのスカウトというか、自分の元に来ないかみたいなこと言われたけど、タクトは断りましたね。そしたらなんかちょっと怒らせたというか、なんか目つけられたっぽい感じがあって、これからそれがどう関わってくるのかとか、気になりますね。なんかでも、今までだいたいコンダクターが男性でムジカートが女性っていうパターンが多いんですけど、逆ってないんですかね？朝日？あー、英語が読めなかった。あ、朝日じゃないかも。腰に来た？あ。大丈夫か？
ぎっくり腰かな。動けない。お手伝いする。まあ、ほっておけないよね。甘いの好きだもんね。あら、これも直さないと。行く先々で。大丈夫か？ぶち抜かない？逆に。力加減ね。あ、余計にひどくなるから、もう。わかっていたよ、私は。にゃんこかな？あ、そんなに住人少ないんだね、やっぱりね。え？ああ。思い出してる？あ、あれ地獄じゃない？なんだっけ、ムジカートね。え、でもなんか女の人だった、コンダクター。なんかタイムリーな私の疑問だったかな。あれ？あ、ジャズが？地下か。あ、バーが、ジャズバーみたいな感じ？ん？お父さんか、やっぱり。なんてなんだ？あ、ムジカート4じゃなかった。D2 か。呼んじゃったから？
そうだね。音楽に国籍はないしね。音楽ないと生きていけないって人もいるよね。あ、ここでしか聞けないって感じなのか。ここら辺の人たちは。な？どうした？にゃんこのこと？気に入ったんだね。肉球で？もう亡くなったとかなのかな？でも生きてるって信じてるというか、ちょっとやん、なんか D2 関係で亡くなったとかじゃないよね。ん？おお。なるほどね。じゃあお父さんを少し知ってるかもしれないってこと？
お父さんそんな熱い人だったんだ。生きがいを失ってしまったんだね。ここに居合わせたことは偶然じゃないんじゃないかな。うん、聞いたことあるな。出て行ったのか。やっぱりか。まあそうなんだろうね。そうだよな。まあそういう感じだとは思ったけど。あ、そこまで言う。これはもう、コゼットの意志っていうか、気持ちは残ってないのかな？完全にムジカートとしての気持ちなのかな？でもタクトに音楽をね、やっててほしいみたいなのをきっと、コゼットは思ってるよね、きっと。こっちはこっちで、あっちはあっちでね。音楽聞こえたってこと？生き生きしてるね。な、聞いたことあるんだけど、曲名がわからない。
やっぱり生の演奏がいいよね。受け継がれてるのかな。いや、全部 食べようとしてたでしょ、今。なんか、さらに上の人かな。本部にいる人？ルースターの息子、エンディング入りました。ルースター？誰？ちょっとわからないことがあるな。もしかしたら、もう出てたらすいません。あ、もしかしてルースターってあれかな？今回の副タイトルかな？英語の。ん？出てきてたっけ？わかんない。もしかして、コゼットの方じゃないよね。あれでもあれか、コゼットとアンナさんのお父さんお母さんはあれだよね。シンフォニカにいるんだよね。研究員だかなんだかって言ってましたっけ？ちょっと違うか。この作品も結構書き留めておかないとわからなくなることがあるので、一応ホワイトボードには書いてるんですけどね。聞き逃してるというか書き逃してる可能性はありますね。はい。パッドオーパス6は見終わりました。あ、やっぱルースターですね、タイトルが。おー、これちょっともう後で確認できたらちょっと確認します。もしかしたらまだ出てきてないかもしれないですけどね。気になるな。まあ、最後の最後にさ、その気になることポソッと言うのやめてって感じなんですけど まあ次にね、次を見てもらうためのって感じですよね。ということで、次回も見ていきたいと思います。6話のご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。マーブルでした。